因縁の、ビクター・キニョネスと、ミスター・ポーゴがついにプエルトリコからやってきました。 OK, what do you think, Victor?、What do I think about what? We're here. Remember that? When I got you last time? Don't mess with me, I won't say the word. Don't mess with me. You hear? We're here, we're starting, and it's just the beginning. We're just starting. Pogo, tell him something here.打撃投げ決め、それで必ず潰します。ボブ待ってるよ。ブスカムブスカムな。さあ、いよいよ世界格闘技連合ウィング記念すべきテイクオフファースト旗揚げ戦、志賀さん、はい、超満員のファンがですね、見たかった試合としてはこの6人タッグ命令だと思うんですね。そしてこの日まで X というですね、公表されなかったレスラーはこの日なんと9日前まで新日本プロレスに参加していた TNT なんですね。志賀さん、これは驚きました。TNT というのは、はい、本家 TNT と本当に偽物でオリジナル TNT というのがプエルトリコでいるんですよ、はい、この2人が構想やってるんですが、はい、これ出た時まず新日本に出てたあの本家だとは思わなかったんですよ。そうですね、その偽物の方だとみんな思ってたと思うんですよ、はい、ところがどっこいこれ本物だったんですね。そうですね、福田さん、はい、X というのがですね、はい、選手の方もですね、はい、誰かなという期待があったと思うんですけど、そうですね、この TNT だと福田さんもリングに上がるまで分からなかったですね、はい、そしていきなりもう試合がですね、はい、ゴングが鳴る前にもうこの乱戦になってしまいました。そして場外戦ということで、はい、もう不安がですねずっと立ちっぱなしだったような感じを私思うんですけども、はい、そうですね、福田さん、この、まあ、斉藤選手、木村選手と初のチーム、はい、組んだわけですけども、はい、で対戦相手のポーゴと TNT とコリンズ、はい、もう相手にとっては不足ないと思うんですけども、不足ないですね、はい、このプレッシャーっていうのは全くありませんでしたか。いや、やっぱりね、ありましたよ。そうですか、はい、まあエースとしてのねメインということで、はい、先ほども志賀さんが言われたようにですね、3本の矢が1つになったら、はい、ポーゴも TNT もですね、はい、プエルトリコキャピタル君も怖くないと私は思うんですけども、はい、また逆に不安もそれを期待してると思うんですよね。はい、徳川さんですね、この TNT、ポーゴ、コリンズ、はい、これ、まあ、改めてこの試合を振り返るの今日初めてだと思うんですけども、はい、そうです、どうですか。ねえ、やっぱり3人タッグ組んだらやっぱりあの若い力で、はい、ね、いいと思います。はあ、まあ、全くですねタイプが違う徳田さん、 そうですね、そして斉藤さんと木村さんですけども、はい、これやっぱり対戦相手が体大きいというですね、はい、まあ、この条件はこれからずっと続くと思うんですけども、はい、でも3人のですね、はい、柔道とですね、空手、そして3、マーシャルアーツですね、そうですね、はい、サブミッション、サブミッション、はい、この3つっていうのはすごく大きな私力だと志賀さん思うんですけども、はい、あ、フィニッシュです。はい、今一本背出ましたね。そして徳田選手のバックドロップで見事コリンズをね、片指固め仕留めました。これバックドロップはプロレスの技というよりも元々柔道の占いからのあれなんで、はい、徳田選手にとっては本当に自分の技っていう感じだったんですね。なるほど、はい、そしてですね、乱戦にこのアイスマンが、それも日本側の助っ人として、ポーゴ、そして TNT をコリンズを蹴散らしたわけですね。これ敵か味方が分からなかったんですけど、いざ上がってみるとこれ日本側の味方という感じですね。これにはですね、新しい、まあ、ヒーローと言っていいかですね、分かりませんけども、格闘3兄弟プラスアイスマンということで、そうですね、ウィングの4人が揃ったということですけどもね。いや、危ない危ない危ない、石がどう投げ込まれてる、はい、ここだけ本大会名イベント、格闘三兄弟、徳田、斉藤、木村翔ですけども、徳田さん、はい、一本勢からのバックドロップ、記念すべき初白星、ねえ、はい、どうでしたか、関東ワンツースリー来た瞬間ね、どうでした。瞬間もう嬉しかったです。あ、で、あのファンの熱狂度っていうのがすごかったと思うんですね、はい、私すごかったですね、はい、これはまあレスラーにとっては一番の励みだと思うんですけどもね。そうですね、
お客さんがついてきてくれてますからね、嬉しいです。鹿さん、試合展開振り返りましてどうでしょうか。やっぱり、ね、一番面白いのは、はい、3人が3人あの武器が違うんですよね。違う武器を持ってるんですよ、はい、で最後のところにフィニッシュに至るまでのシーンっていうのがその3人の持ち味をバーッと立て続けに出て決まったという理想的なパターンなんですよ。あ、なるほど、それがやっぱりお客さんを一番沸かせたと思うんですよね。さあ続いて60分一本勝負、ミスターポーゴ TNT 徳田そして保坂です。徳田さん、はい、このポーゴと TNT っていうのはまあですねキャリアも長いんですけども、はいね、実際当たってみての感触っていうのはこの試合までどんな感触ありますか。いや当たってみてすごかったですよ。ラフがラフの方がね、うまいですね。やっぱりやはり見ると聞くとでは違うという。全然違いますよね。そうですか、はい、徳田選手ポーゴとは確かやってますよね。あ、そうです、少しやってますだと思いますけど、はい、でもその当時とやはり今現在のポーゴっていうのは全然違いますよね。なんかもう迫力とかいろんな面でだいぶ上っていうか、そうですね、感じですよね、はい、さあドロップキックから最上段へ上がって交互にミサイルキックです。この場の対戦入りました。カウント2 TNT がアシストに入って、これミサイルキックは FM 時代からも使ってましたけど、はい、これ柔道家がこういう上から飛ぶっていうのは非常に何ともね、でも逆にそういうジャンプとか得意なんですか。はい、ジャンプはね得意です。あ、そうですか、はい、あと空中殺法もこれから、いくつもですねマスターして、はい、ガジンレスラーですね、どぎも抜いてほしいと思いますけどね、はい、そして TNT ですけども鹿さん、はい、先ほども言いましたけどまさか TNT が X だとは誰も思わなかったですよね、だポーゴが誇るだけのことはありますよね、これファンにとっては一番嬉しいですけども、対戦相手としては徳田さん、はい、TNT 願ったり叶ったりですか。そうですね、あこの選手の蹴りそして跳躍力、はい、徳田さんもこれは実際当たってみて、はい、まあ、当然 TNT っていうレスラー知って知ってます、知ってますね、はい、さあその TNT がポーゴをタッチしましてボディスラムからポーゴがフライングボディプレス最初段からです。カウントが2です。まあ、ポーゴと TNT というのはいわば、まあ、王者別格としたら最強コンビですよね、はい、なるほど、はい、キャピタルの、はい、誇る、だからこれは相手としては厳しいですね、はい、太い腕からのポーゴのラリアートで強引にカバの体勢ですけども保坂が入りましたね。徳さんちょっと捕まってますね。捕まってますね、これ結構この時焦りなんていうのはどうだったんですか。いや焦りはなかったですけども。あ、そうですか、はい、そして TNT がある反動りしたエルボードロップ、これをかわしてさあ保坂にタッチです。木村の2年後輩のね保坂です。スロイダー、しかしタグマチですからねやっぱりアシストが入ります。そして TNT をロープへ振ってラリアートバックへ回ってスリーパーからボディースアースの符を保坂選手は、はい、ちょっと見た目なんか不器用と言ったら、まあ、言葉はあれですけど、はい、感じも受けるんですけど、はい、それだけに逆になんかこれがいろいろ変わっていくっていうかそういう期待があるんですよね、はい、いわゆる大化けするとしたら、はい、この選手あたりじゃないかなってなるほど、なんか思ってるんですよ、ね、はい、まあ、今の現在のランク付けといしましては、格闘3兄弟の次ということですね。今そうですね、はい、ソバットが入って顎を捉えて TNT 保坂を9分10秒耐え固め破りました。 TNT ミスターポーゴ君の勝利です。じゃあ、クマも終わりそうな感じじゃないですね、場外にですね、試合カウント3を聞いて TNT とポーゴがこれからも痛ぶるんでしょうか。あー、ポーゴ缶ビール持ってますね。これはもうお手の物ですかね、石川さん、そしてまだ TNT が大阪にラリアートです。お気をつけください、叩きなさい。そしてナックル、あー、ここで斉藤が
救出に来ました。あー、鮮やかな蹴りです。もう開幕から斉藤選手と TNT は完全意識し合ってますね、この2人のですね、バトルもやはり蹴りが石川さん主体なだけに、そうですそうです、まして蹴りの切れ味っていうのは、日本とプルトリコを代表するようなですね、選手ですからね。斉藤選手にしたらね、こっちが蹴りでは本気だという気持ちがあるだろうし、TNT もでもなかなかありますからね、やっぱり開幕戦からね、火がついてしまったこの2人の構想ですけども、斉藤選手いても立ってもいられなかったという感じでしょうかね。そうですね、久保さん、はい、惜しくもちょっと保坂選手がね、完投すぎだったんですけども、やっぱキック重いですよね。そうですか、なんかいつの日かですね、この2人が完投3を久保田さんが取らないと、ウィングのためにもですね、残念ながらね、福田そして保坂組 TNT ミスターポー組に惜しくも敗れた一戦でした。はい、小川さん、はい、こう後楽園、そしてね、はい、次の試合豊橋見ましたけども、やはりね、やっぱりまだ差があるなっていうのはこれはしょうがないと思うんですけども、そうですね、でも不安もですね、はい、やはりいつの日かということで期待してると思うんですよ、はい、こうやっぱり振り返って自分のファイトとかどうですか。そうですね、全力を尽くしてますけどね、はい、やっぱりね、ラフには、ね、向こうのが慣れてますから、ね、こっちもビデオ見ながら覚えていかないと、はい、石川さん、はい、やはりですね、これから先を考えた場合は、やっぱりカウント3を、ね、奪うのって夢じゃないと思うんですけども、そうですね、やはり今現在課題としてはどんなところがありますかね。まあ、今回旗揚げの第一戦は斉藤選手は目立ったんですけど、はい、で、まあ、正直言って紙面の上では斉藤選手をでかく取り上げたんですよ、はい、で私読みました、多分他の2人はあまり面白くないんじゃないかなと思うんだけど、逆にそれを発奮材料じゃないけど、そういう感じで刺激し合ってくれたらいいなと思ってるんですよね、今度はですね、武田さんがシュープロの表紙ぐらいになるようなね、頑張んないと、やっぱり負けじ魂で、はい、頑張ってほしいですよね、はい、でも須賀さん、どんな選手がそれはですね、頑張ればやっぱりスポットライトが当たると、これ面ではいいと思うんですね、うん、もうその試合その試合で違うと思います、ね、全然違うと思うんで、はい、まあ、ヒーローは日替わりで登場するとでもね、はい、言いましょうかね、ですから徳田さんなんかこれから一番絶好チャンスが私あると思うんですけどね、はい、ではですね、コマーシャルをね、この後ご覧いただいて、福島の大会ね、皆さんご覧いただきます。